プランツだよ。失礼します。あ、本当だ。ね、すっごいね、これもう買わずにいられなくてもう買ってしまった。もうちょっとだけ手もこれ取らせてもらっていいですか。いや、もうスクイッチの人、うわ渋いっすね木で止め、木で、はい、持ち手で、はあ、これもプレートだ。すごいっすねこれ。どうでしょう。かっこいい。ありがとうございます。取らせてもらっちゃいました。取れ。これ陶器みたいな。陶器。陶器だ。陶器。重い。これ昔のやつ。これが普通の私が普段使ってる。コダックの。あ、でもこれもかっこいいですね。これかっこいいんです。これでもまた全然違いますね、そのフランスのさっきのやつと、うん、これすごいよね。すごいですね。これはすごいわ。これはまた全然聞いたことないブランドの雰囲気ですね。そう、でもアメリカのものだね。アメリカのものなんですね。あ、USA って。USA って書いてある。買っちゃう。わあ、これは買っちゃいますか。もう本当どうしようもないよね。いやいやいや。素晴らしいですね。雑貨も取らせていただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。わあ、タイマーに水洗機ですね。ここの扉の取ってかっこいいですね。これはもしや永井さん。そう。ああ、やっぱりそうだ。取って一つ一つが、これは何かの紙をプレートに挟み込んでオリジナルで作ったってことですか。もう雑誌とか、はい、そういうものから切り抜いて、それとアクリルと木でサンドイッチしてあるだけ。はあ。でここにいろんな道具が入っててってことですね。これな、昔の広告っぽいですね。そうそう。いや、かっこいい。これがメインですもんね。うん、これがケイトバイテンの伸ばし機で。大きい。あ、で壁にいろいろかかってる状態になってるんですね。そう、まだまだこれから増えてくる壁で。そうか。あ、タイマーももうここに壁掛け式になってるんですね。そう。ああ、確実にやっぱり自分が使いやすい形にカスタムされてるんですもんね。だってここ1からというか0からというか。この暗室は作られたものですもんね。以前東京にあった暗室よりも随分スペース的には広くなったわけですもんね。そうね、3倍ぐらいかな。でも、うん、倍。だからフィルム現像するときにあの代々木の時は、はい、4本歩くと定着液のとこまで行くんだけど、こう広くなったんで、7歩ぐらい行かないと間違えることがあるから。ああ、なるほど。でももうだいぶ慣れましたね。あ、真っ暗でもどこに何があって、手で触れば何があって。そうですね。基本今ね、こうやってちょっとなんか特別に撮らせていただいてますけど、もちろんね、やるときは、作業するときは暗くなるわけで。今いろんな電気全部つけてもらってる状態ですね。ちなみに
これもう多分ほぼ映らなくなると思いますけど、一回完全に焼いてる時の明かりにしてもらってもいいですか。あ、いいですよ。どれぐらい暗くなるのか見てる皆様に知っていただいてみましょうか。これですちょっとなんとか少しシャッタースピードを下げる等々して明るくしようとしてももうこれ限界です。これが、これが限界です。ああでもそうぼんやりと見えてますね。でこれでこの状態でプリントをしてるのね。プリントがこれですね。それでだからフィルム現像も今大きいフィルムなんで、はい、暗い状真っ暗の状態でここにトレイを並べてこう映していって定着まで、真っ暗、それはもう本当のリアルダークルームで真っ黒の状態で、はい、今この赤い電気がついてますけど、これはプリントするときね。そうですね、これですもんね。これもね、スライダックスで入ってて今一番上がってて、はい、今因果子によってちょっと感度が高くなってるんで少し下げたり上げたりするようにはしているんですけど、なるほど、まあ、今これ、まあ、このくらいの状態でこれくらいなら大体の因果子いけますか。でも物によってはちょっとかぶったりする、かぶったりするんでちょっと心配なんでちょっとスライダックス入れて落としたり電球を取り替えたり、なるほど、ワット数を変えたりしてちょっと下げた、はい、わあだいぶこれで画面上も暗く見えますね、やっぱり。でフィルム現像の時はもう本当に真っ暗の状態で、はい、そうですね、フィルム現像する時は少しもかぶったらアウトですもんね、真っ暗にして、っていう形で、はい、そうか、前より広くなってますから快適ではあるけれども、狭かったら狭かったらその自分の手の届く範囲で全部もうな慣れた作業ができる、うん、っていう意味では狭いのも悪いもんではなかったわけですね。そうですね、今考えるといやもう今これちょっと今カメラ向けてます。全く映ってないです。あ、そう、はい、やっぱこれぐらいの暗さですよね。でも皆さん多分知らないですもんね、若い方とかこういったところ。そうでしょうね。僕も自分の暗室の時はもう僕のとこは狭いんで結構明かりがどうしても近くなってしまう感じがしちゃうんで、もうなるだけ暗くしてですね、印刷の時、印画紙の時もこれより暗いかもしれないです、僕も。いや、でもね、やっぱりこう、まあ、何十年ってこの中で仕事してきたから、はい、一番落ち着くっていう色っては一番落ち着くんだね。あ不思議ですよね、落ち着きますよね、うん、そう。それは確かにわかります。ここから今回次の展示の作品がもうすでにもう10月の分、今年の5月、6月、7月の間に、約35点、はい、プリントも仕上がってて、あ楽しみですね。今回ここのあいつから出てくる最初の展示なんです。あ、そっか、そうですよね。前に品川の喫茶店のなんかカレーを食べたんだっけ、違う、ナポリタンですよ。あ、ナポリタン、そうなんですよ。そうそうそう、はい、でもちゃんと登場していただくの初めてなんでそうけど、この暗室を作られてからの初めての展覧会ってことになるんですね、うん、そうだね、うん、今までは23年4年、はい、代々木八幡の暗室で作ってきた、マスコで何24年だから 10テーマぐらいやったのかな、10はないかもしれない、うん、10に近いぐらいのシリーズを、あの代々木の、そうですよね、石井さん来てくれてたところの暗室で、はい、まあいろいろなことがあって、あの私もそろそろ最後の暗室にしようと思う。最後の暗室、まあでもそうですね、うん、ここで長くですもんね、うん、ここでまた、まあ、何年できるか分かんない。いや、もう、長くやっていただかないと。それで、去年、
去年か、去年に具体的に、まあ、東京でまた探そうかと思ったんだけど、でも、なんか、まあ、私、ちょっと、娘がいて、彼女が、いくらものを残してってもいいけど、一箇所にまとめておいてくださいって言われたんで、ああ、なるほど。それで、まあ、一箇所にまとめてくれれば、写真も道具も、あなたの知ってる方たちを一緒にまとめておいてくれよ、私は後で面倒見るからっていうふうに言われたんで、まあ、ちょうどいい機会なんで、どっか探そうと思ってたら、回り回って、この場所、千葉県の鎌ケ谷市っていうところに、たまたま見つかって、あっという間に本当にいい場所を見つけられて、それで5月から安心ができる状態になる。結構動き出してから早かったですあっね、なんという間でか。すよね。で、実は YouTube に動画を上げてないんですけど、この暗室を建設途中に僕お邪魔して、その時も動画回してたんですよね。あ、そうね。だあ、から、楽しい動画を見せてもらっそれを実は本当に簡単に編集したのを、映ってる皆様にだけお送りしたのがあるんですけど、それが、去年の11月か10月末か11月頭ぐらいだったと思うんですよ。そうね、まだ大工さん、いらしてて、もう作業バリバリやってる時やってで。て、大工さんが来ていただ、来てもらってる時に来てもらって、あんな動画を撮ってたとは知らずに そうですね。それでもうずっと撮ってて、で、その後結局も12月、去年の年末にも完成してたんですよね。大工さんが、あ、これでいいで、渡しますよって言われたのが12月だったのかな。それで、あと、自分が好きな床塗ったり、細々した最低限のことをしてて、それが冬明けたぐらいで、で、いよいよ、暗室が5月にスタートしたのかな。今回、展示が10月。10月です。10月の11日っつってたかな。東京タワーの近くですよね。そう、で、にあるギャラリーギャで。ラリーでもう何十年っていうお世話になってるギャラリーなんですけど、そこでまた新作を。結構一気に焼いた感じですね。5月から焼けるようになった状態から焼いた、全部ニュープリントですそうです。でも3ヶ月かか。ああ、かっそってるか。から、かそかっのて期るか間ら。はこもりきりって感いじですや、か。今ね、昔はね、週に3回入れてたんですけど、今はちょっと週に3回は入れずに、ほら、まあ、今の人はわかんないけど、プリントして、自然乾燥し乾て、燥して、次の日にフラットティリングンしグして、て、仕上げるっていうのをするわけじゃないですか。だから、週に、昔は若い時には、毎日できるんで、週に3回はプリントできてるけど、今は週に2回。なんかプリント、実質ダークルームでの仕事は2回。それで次の日に、乾かしたのを仕上げ、フラッティングしたり、こうチェックしたりする作業があるから。そうすると週に。で、やっぱり週末はお休みするようにしてるそっようか、になっね、てきたし。そうですね。週に2回になるんで、でも、4週間で1日3枚から4枚プリントできるわけじゃん。1回の暗室で。そうすると、ね、そんそな、こまあ、そっかそそっんかで。な、ラッシュじゃないです。普通のペースの暗室ですよね。もうご自身のペースがしっかり決まってらっしゃるわけですもんね。そうね。だいたい1日の1回入った時の暗室っていうのは、ネガとしては、3点か4点。まあ、調子いい時は4点いくんですけど、大概3枚3枚ですね。です3ね。枚で。3枚いったら僕みたいに僕はもう1枚のプリントえらい悩んじゃって、ああだこうだし始めちゃったらもう1日に2カットしかとか1カットしかっていう日も多いですもんね。それやっぱ先生ぐらいになったらあれでしょうけど。今回の展示って今までこう結構いろいろテーマあったじゃないですか。その湯そう、船であったり、そのリンゴのとか、とか、桜とか、桜とか。ありましたよね。で、今回はどういうテーマなんですか？今回テーマがない、展示なんです。テーテマーがマない。ない。テーマがないんです。だからストーリーがないんで、逆に、
1点ずつを見てもらうっていう展示になるのかな。テーマを持って旅をしたり、ある場所に行ったりするじゃないですか。その途中にどうしても気になる景色だったり、ものだったり、気になるから取ってあるじゃないですか。それは、別の箱にこうキープしておくんですよ。それ約、だから、大きいカメラになって2009年か、2009年から去年まで、2020年2年までの箱にどんどん貯めてあったのがずいぶん溜まったんで、それに今、旅ができないんで、まあそうですね、コロナウイルスのね、影響ありますから。それで旅に出ていないんで、ここで10年溜まったのを整理しよう。そういうテーマのあるようで、ないようである、あるようでない展示なんです。ですから、1点ずつ見てもらう。そういう展示です。お話だけ伺ってて、僕も全く今まだ作品、私自身も見てない状態ですけど、やっぱロードムービー的なというか、その作品を並べたら、詩とかもそうですけど、この言葉とこの言葉が並んだときに、それぞれは独立した意味を持ってたんだけど、この言葉の後にこの言葉が来たら、別の意味合いを帯びるとか、ストーリーがそこに新たに紡がれてしまうっていうのはあるじゃないですか。そういった可能性っていうのはありそうな感じがしますか？昔はね、なんかそれを楽しんでたところあるんですけど、今もう、なんか それさえも、なんか超越してたいみたいな。なるほど、そっか。もなんかそういうところのね、楽しみ方もう、ええ。できるわけじゃないですか。そうですね。見る側として見学させていただく側として、その楽しみ方もあるけど、それも気にしなくていいぐらいに思ってらっしゃるんですもう私はもうね、もっとなんか違う、私自身がこう見えた世界を撮らせてもらって、撮って、それを一枚の写真にする。そのことがすごく大事に思っているんで、隣の写真が来たからどうのこうのっていうところまでもう、そこさえもう考えなくなってしまったっていうのかな。それは、8バイ10から16人中になったことも要因としてありますか？いやー、これはね、年齢。ないと、これはね、歳です。だから私はね、歳を取ったってことに対して、とってもね、私はね、楽しいんです。本当ね、なんか、歳取ってよかったっていうふうに思ってます。歳取るってこういうことなんだっていうことをね、なんかもう、毎日のように感じててね、そのことを楽しんでます。そういう感覚なんですね。やっぱ年重ねることを寂しく感じたりする人って多分いっぱいいらっしゃるじゃないですか。そういそう、うふうみたないですよ年のね。重ね方をされる方もたくさんいるって聞きますけど、そうじゃなくて、また、その年齢にならないとわわからかん、ない。そう、そういうこと。そういう見え方、見てもらいたい。そういうふうにして見てもらいたいとか、そういうふうにして世の中を見てるとか、っていうふうに、そういう年の取り方、年を取ったことに対して、すごい、こんなに自分の今、生きてるその年とか、青春時代とか、そういうふうに、もうあの頃はもうただ突っ走ってて、もう世の中のことも分かってないわけだから、やっとなんかこの年になって少し前のことが見えてきて、結構楽しいです。この2022年に新しいアンスで今の目線の三好先生が焼いたから生まれた何かっていうのもあるんですか？もちろんです。やっぱそういうことなんですね。そだからこれが、その16、20を始めたばっかりの頃に撮ったカットも多分あるんだと思うんですう。もよちね。ろんですね。で、それをその時期に焼いてるのと、やっぱり今2022年に焼くのだと全然解釈変わるってことですよね。いや、そこのね、写真に対するところは、全然変わってない。なるほど。だから、その時に撮った時に、撮った写真を今焼こうが、その時に焼こうが、私、はい、はい、
言葉。さっき何の話してましたか。そこですよね。そこですよね。時間が経っても、やっぱりプリントしても変わら、そこは変わらないんです。そう、10年前に撮ったネガを今プリントするっていうこと、はいはい、それはその時にプリントしようが今プリントしようが、一切その時間の経過っていうのはプリントには出ないし、はい、あのそれこそ写真を始めた頃の写真を今プリントしようが、もう一切自分にとっての写真に対するその写真っていうものの概念一切変わらない。そのぐらいなんかそういうところでの写真なんですね、私。ストーリーがないっていう言い方をされたじゃないですか。今回ね、特に特にない。どんどんストーリーがなくても写真の強度とか写真そのもののピュアネスの方に行ってるって感覚なんですか。っていう言葉はそこまで極端じゃないけど、うん、そこまで重くはないです。ああ、ちょっとあ言い方僕の表現大げさすぎましたね。そう、うん、そういうところではないね。うん、もう少し軽やかなというか。そう、あの自分のこれしかないって言い方かな。よく私言うんですけど、はい、世の中と関わってる。写真を撮ること、写真で何かを伝えたい、何かを残しておきたいということを、これが私、唯一私、世の中と関わってる手段なんで、はい、そういうことになるのかな。僕らも、これ、多分見てくださってる方、見に行きたいと思ってくださる方も多いと思うんですけど、いろいろ考えずにシンプルに見た方がいいんですかね。そうね。ピュアな気持ちで。そうですね。だから、あの、なんていうか、例えばプリントが綺麗だとか、はい、こういうところにこの方は行ったんだ、だから写真を撮ったんだとか、はい、なんか、でも、こう、なんていうのかな、それを見てもらった方が、何らか引っかかることがあったら、はい、ほとんどのことってさ、こう、通り過ぎるじゃない。でも同じ鏡を持ってる人がたまたまいたらそう映る、同じものが映るみたいな感じなのかな、うん、だからあのたくさんのものを見てたくさんの景色を見た中でここって思って写真を撮っているんで、なんつったらいいかな、そんなにもうねあの写真で何かをしようとも思う。さっき、それまではね、はい、絶対自分の何かやってることでどうにかしよう。そこも通り越しちゃったみたいな。さっきもちょっと言いかけたことが。通り越して、だ一つの達観みたいなとこですよね。そんな気がしてきたね、もうね。個人的にずっと、知り合わさせていただいてからこう作品見てきてますけど、その傾向が強くなってるんだろうなっていうのはなんとなく展示を見てても、その展示のそのコメントとかあるじゃないですか、それ見ててもあそういうの超えられてきてるんだなっていう印象はありましたけど、今回それがさらに顕著にっていう、昔からのファンからするとそう思っていいですか。そうでしょうね。特になんか今回のタイトルっていうか、タイトルがないっていうのにタイトルを作んなきゃいけないみたいな、これは私あの見てもらう方、はい、自分が見てもらう立場として、あのそれってなんか表札作るみたいで、やっぱり大事だと思ってるんですよね、はい、で今回のタイトルはだからそういう意味では普段もタイトルを作る時にすごく漠然と言っていいんだ、タイトルポロって転がすようにタイトル作るんですけど、はい、今回はもっとなんか、何なのこのタイトルっていうタイトルを、もうこれはね、プリントやってる、あの、暗室入ってる時に決めたんです。あ、そうなんですか。ちなみにタイトルは今聞いて大丈夫ですか。なんていうタイトルなんですか。え、井戸覗きっていう。うわぁ、すごいっすね。そう。あ、すご。
え、なんでそうなったんですか？アンスも、先ほどアンスやってる時からって言ってましたけど。で、移動の時っていう、必ず私、意識してないんですけど、文章を書いてる時にとか、人と話す時に、やっぱり、幼少期のこと、だから、チャイルドフット、だから、幼児体験、大事にしてるし、どうしても出てくるんですよね。そういうことも踏まえて、今回これを 種明かしをしてしまうと、つまんないと思う人はつまんないかわかんないけど、だって今回この暗証を作るにあたって、井戸を掘ったんですああ、なるほど。井戸を掘ったんで、もちろん自分で掘ったわけじゃないですよ。井戸を掘る方に来専て門ものらっ方に来て、てもらってやっていただいで、言って。て、ここの、だから、水は井戸水なんです。それを、井戸、あ、やっと、自分がなんか一つやったっていうこと、家を建てたとか、自動車を、自分の車を買ったみたいと同じように、自分の井戸を掘って持てたっていう、なるほど。特に、私たち、水を使う仕事じゃないですか。そうなんです。もしかしたらデジタル世代の人たちわかんないかもしれないですけど、やっぱり、私たちアンね、スの作業って水をすごい使うんですよね。大事水ですがね。大事なことじゃ。それで井戸を掘ったんですよ。それで、その時を掘って、自分で井戸を掘る機会に巡り合ったっていうのがあって、それで、暗室やりながら、この水、井戸の、自分の井戸の水水で、で暗室やってるって思プっリたン時トをしてるんに、だと。それで、同時に、さっき言ったように子供の時代の時に、実家にあったこういう大井戸きが。い井戸があるわけじゃおお。ない。で、水がこう覗くと、水面に上の景色が映景色るわが、け。空が映ってる。その話をもう2、3行の文章にして、今回それが挨拶文なんです。で、井戸のぞきって井戸のぞきですか。いや、これ、見てる皆さんは、今これをご覧になってる皆さんは、もうすでにそのタイトルとかも全部プレスリリースで全部出ている状態で知ってる状態で見てると思いますけど、僕はもうそれよりだいぶ前に撮影してるんで、今初めて聞いてすごい驚いております。石井がびっくりしております。今までになかったタイトルですね。そうだね。そうですね。今までは割とテーマがちゃんとしっかりあっやって、ての作品が多かったが、やっぱりそこのテーマに即したタイトルに自然になりますね。リンゴだったらリンゴだしっていう。あれもね、もっとね、ひっくり返ってるんですよ、最初の頭の中では。でも最終的にリンゴリンにゴなるに。んです。湯船も最終的に湯船にやるんです。途中でいろいろあ、別のタイトル案がいあろいるんろです。紆余曲折して、シンプルなところにストンと落ち着いていくつと。もそうなんああ、そうなんですね。うわ、すごい驚いたな。PGI、ギャラリーの皆さんもびっくりされてんじゃないいや、知らない。もう、放り投げただけですから。ですか。もう、ポーンと言わない、これでいきますっていう。で、向こうが今どういうリアクションしてるかまだ、三好先生もわからない状態なんですね。だからそこがいいんですよ。さっき言ったよう に。ね。年寄りの特権なんです。年齢を重ねたからこそできることっていうのが、やっぱあるんですね。そう。だから、年寄りが言ってるのはしょうがないじゃん。私も今までずっとそれを、あのじいさんが言ってることなんだからしょうがないじゃん。ってもう、言うこと聞くしかないじゃん。だから、年寄りが言ってるんだから、年寄りってなると、その分、ちゃんと年取ってるんだから、お前たち黙って聞け。黙ってお前通り過ぎろと。黙ってついてこいとか、っていう感覚なんです。楽しみになってきました。いや、ぜひぜひ改めて、このページ、この動画でちゃんとしっかりした情報もテロップなりなんなりでお伝えしますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。どういた長々しとおま話しできて、て。ありがとうございます。どうも。